Hello everyone! こんにちは。以前ですね、私が前にやっていたブログにこんな質問が来てました。都内で暮らす OL です。アサギーヌさんの英語習得術を教えてください。心からのお願いです。心からのお願いということで、今日は、私の英語習得法についてお話ししたいと思います。まずですね、皆さん見ての通り、私は生まれも育ちも日本人です。で、特に会社に入るまで英会話クラスとかにも通ったことがないし、海外経験とかも特にないです。大学生の時に3週間だけカリフォルニアに留学したことありますけど、本当にそれだけだけど、まあ、十分喋れるかなとは思ってます。もともと結構英語が好きでいろいろ勉強した中で、今日は一番効いたなって思う英語の勉強法を3つご紹介したいと思います。まず1つ目は、興味のある英語をひたすら聞くということです。英語をいろいろたくさん聞くべきっていうことは間違いないんですが、なんかテキストとかの英語聞いてもつまんないですよね。いいんです。海外ドラマとか YouTube とかで全然 OK で、聞いた英語をこうすごい真似したりとかしてフレーズを覚えてるとすごくいいです。例えばなんかこのファッションが好きだったりとかしたら、なんか YouTuber でファッションやってる人とか、海外の女の子をフォローして、なんかコーディネートの説明とかしてるじゃないですか。でやっぱりファッション好きだったら、こう自分のなんか今日はこういうネックレスをつけててとか、こういう服を着ててとか喋りたいですよね。だからそれを真似して、なんかこう頭の中でこうフレーズを真似してみたりとかするのはすごくいいかなと思いました。私の場合はなんかティーネイジャーの時すごいアブリル・ラビンが大好きで、まあ、今でも結構好きですけど、やっぱり彼女のインタビューされてる動画とかをすごいたくさん見て、なんか喋り方とかすごい参考にしてましたね。やっぱり好きな人の喋ってることだからすごく聞きたくなるし、一生懸命聞くから、それがすごくいいトレーニングになりました。でここで強がって BBC ニュースとか見ないでください。ああいう風に喋ってる人は日常会話ではいないので。2つ目は洋楽を聞くということです。洋楽に使われてる歌詞とかはあまり日常的には使わないかもしれないんですが、英語独特のリズムとかをここ聞き慣れるのにすごくいい練習だと思ってます。例えば、まあ、歌詞ではあんまり使わないですけど、 Can you say that again? とかいう言葉があったりして、まあ、誰も Can you say that? とか言わなくって、 Can you say that again? とかつなげて言いますよね。それそういうリズムとかってあんまり喋ったりとかするのは恥ずかしいと思うんですけど、歌だったらそのリズムの通りに発音ができるし、すごくいいトレーニングになると思います。ちなみに個人的にはあんまり発音の良さとかって重要ではないとは思うんですけど、やっぱりその口の筋肉を英語に慣らすという意味では歌ったりとかするのはすごくいい練習ですね。そして最後の3つ目は、やっぱり外国人の人と話すということです。その英語を聞いたりとか話すのを練習したりとかするのはどっちかというとインプットの作業になるんですけど、まあ、これを実際にこう海外の人とかと話して、こう自分の持っている引き出しの中から言葉を取り出す作業っていうのは本当にやっぱり喋ってみないと、会話をしてみないとわからないというか身につかないです。別にネイティブスピーカーじゃなくてもよくって、まあ、実際仕事とかで皆さんもそうだと思うんですけど、ネイティブスピーカーだけと話すのが英語ではないと思うので、本当に機会があったらどんな人とでも会話をしてみてください。最後に私が英語の勉強で一番大事だと思うこと、それは目標を持つということです。あなたは英語を使って何がしたいですか？外国人の友達が欲しいとか、会社の昇格のためにTOEICのスコアを上げたいとか、いろいろあると思うんですけれど、やっぱりそれに目標によってやるべきことは違うし、やっぱり目標を持つことで継続するモチベーションが上がると思います。いかがでしたでしょうか？今後はTOEICのスコアアップ方法とか英会話のコツとかも上げていきたいななんて思っていますので、
この動画が気に入った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。